国を縛る法ルールだから国民に国民のルール決めはダメなのよ。つまりいくら国民にいいことだったとしても国民 をこうしなさいっていうルール決めはダメじゃないかっていう話をしたいんだけど、難しいでしょ。難しい一般の人たちがこうした方がいいっていうルール決めは、法律でルール決めはすることは良くない。なぜなら憲法は政治家とか国の人たちを守らせるものだから、まあ、超難しいけど、まあ、もしこの話に持っていければやりたい。ちょっとだけ1分前です。憲法改正って何が変わったんですか？改正しようかと言ってるんだけど今、なんか参議院選挙がある時の憲法っていうのはに日本の中で一番強い法律なのよ、で日本この憲法っていうのは権力を縛るもの、権力を縛るもの、これだけ覚えてる。権力を縛るもの、権力を拘束するもの、権力を、まあいいや、あと3秒、まだ10秒とりあえずバッサン30秒あと、LINE でメッセージ送ったら返事が早い。20秒前です。あ、低いじゃん。10秒前、9、8。時刻は夜7時を回りました。皆さんこんばんは。こんばんは。日田健こと司法書士の日高健一です。 JD マッキーです。今夜も皆様が聞いて得するさまざまな知識をお届けします。30分間どうぞお付き合いください。はい、もうそろそろですね、今週で6月も終わります。はい、早いですね。早いですね。あっという間に7月で、なんかもう今年上半期過ぎてしまったんですけど、そう、今年2分の1過ぎたんだよね。そうですね、今年2分の1上半期2分の1っていうか上半期過ぎたんだけど、何か今年に入ってやったことありますか？今年に入ってやったこと、今年半年間でこれやったぞみたいな。なんだろうな、今年、あ、ダイエットしました。ダイエット、はい、こんな痩せてるのに。ちょっとだけ痩せました。3キロぐらい。ほー、なんで痩せてる方がいいの？そうですね、ちょっとやっぱり洋服とか合わせたりすると細い方がいろいろ着回しができて、へえ、やりやすいのかな。ちょっとからごつい方がいいんじゃないの？いやいや、なんか高校生の時部活やって、バドミントン部だったんですけど、結構足に筋肉がたくさんついて、いいじゃない、短パンとか履けなかったんですね。いいんじゃない。いやいや、なんか海とか行ったらやっぱりちょっとね、短いズボンとか履いてバシャバシャ遊びたいじゃないですか。いや全然大丈夫じゃないの？いやでも筋肉質で結構、あ、それを頑張ってマッサージして落としましたね。この半年で。マッサージダイエットの。そうですね、マッサージ、ご飯食べるのはやっぱりやめられなくて、まあ、その分動けばいいんだよね。そうですね、だからこの消費する量と食べる量が、バランスが、消費する量が多ければ痩せるんじゃないの？そうですね、結構運動とかして、たくさんね、あとは、はい、あの血行良くするツボ、この膝の裏をリンパがあるんですけど、このリンパが通るところを押してマッサージして血行良くして、そうすると、まあ、代謝とかも良くなるから、はい、表に出やすいんじゃない？はい、俺もそういうなんかまあ、いろいろダイエット法っていろいろあるけど、はい、最近はヨガとか、あんなヨガとかホットヨガとかも流行ってるし、あとね、体幹って知ってる？知ってます。体幹トレーニングとかヨガとか混ぜると結構いいかもしれない。で僕はね、代謝がいい方なの、つまりよく汗出るの、だからよく汗出るのはいいんだけど、すごい汗を出すことによってデトックス効果、はい、ですごいデトックス効果があって、汗出るとねやっぱり爽快じゃん、はい、だけどやりすぎて
脱水症状も起こって危ないです、ね、痙攣もするんだよ、うん、趣味はね脱水症状なの危ないですよそうそうだからこんな暑くても、ウィンドブレーカーとか着て、うん、走り込んだりするから汗すごいいっぱい出るのでもうサウナで走ってるようなもんだから、はい、でそうすると汗出しすぎてよくつったりするので、うん、でも結構そういうのが楽しいっていうかやばいけどねM なんですねすごく、はいまあ、僕は昨日まで東京に行っててで東京を、はいまあ、約1日ぐらいかけてチャリンコ、うん、自転車でぐるぐる回ったの、うん、東京の都会を自転車で、自転車をレンタルで借りてね、うん、で、まあ、有名なところっていうか、まあ、渋谷行ったりね表参道ヒルズとかしてる表参道 とか原宿とかね行きましたあと青山一丁目でイチョウ並木とかねあと有名なところでは国会議事堂とかね皇居とかね最高裁判所とかねそういうところを結構、行ったりとかあと銀座とかね都会も行ってみたりとかまあ東京を自転車で有名どころを自転車で観光したと、うん、昔はね東京にいたところはそこがマラソンコースを自分で作ってたんだけどまあさすがにマラソンはちょっと今はしなかったんだけど自転車でぐるぐる回ってで久々に自転車乗るとこうお尻が痛いんだよ筋肉痛とかなってないですか筋肉痛は大丈夫だけどお尻が痛いなと思って、ずっと座ってますもんねそうそうでも面白かった行きたいところに行けるから、うん、東京はね沖縄ほど沖縄も梅雨明けしてるけど東京は梅雨だからちょっと涼しかったんで雨降ってなかったから、うん、よかったです最高ですね雨降ってなければ、はいうん、であとね6月も終わりますけど、はい、来週の日曜日ですねいよいよ、まあ、司法書士の国家試験があるんですよ来週の日曜日お我らが日比翔太郎くんもですね来月本試験を迎えますので、はいはい、今まで頑張ってきたね、うん、勉強の成果をぜひ発揮してそう、ね、いい報告もしてますそうそう来週日曜日だから、はい、来週の今日の時間からは本人復活するからね試験の結果がどうだったかっていうのをまた、うん公開放送でやりたいかなと思って、はい、そうですね昨日ね彼に LINE したら、はい、勉強しすぎて今検証員になってるんだって検証員になってて字が書けないぞとすごい。やばくないってここまでできるのかっこいいですよある意味だけど本番字書けないそしたら大変ですねそう今ね特に高校野球も夏の高校野球暑い夏が始まってますけど、はい、これ国家試験まあ司法書士の国家試験沖縄でも今年400人ぐらい受験しますかね、うん、400人ぐらい受験するおじさんたちっていうか大人たちの、まあ、試験会場での暑い夏もまた始まろうとしております、うん、そんなところで、この番組では私日田健に聞いてみたい法律問題トラブルその他応援メッセージを随時募集しておりますメールアドレスは797@fmginoan.com 797@fmginoan.com です、また FM ギノアのホームページではユーストリームやツイキャスで映像と音声も配信していますのでそちらも合わせてお楽しみくださいさあ行きましょう日高司法書士法人プレゼンツ教えて日田健先生スタートですはい今日はですね、バクモテ男シリーズということでちょっと本を見つけてねモテる男、うん、これが本当にグッとくる男ということでですね、はい、マッキーと話してみたいんですけどなんか気になりますこの持ってる本そうタイトルがすごくなんか惹かれるバクモテ男そうそうそうじゃあね1個目ちょっと聞いてみるはいまあヒロッキーもいるからちょっとじゃあねLINE があるじゃない、はい、LINE でメッセージを送ったら、はい女の人が送ったらね、はい、返事は早いけど、うん、スタンプ一つの男と返事は遅いけどメッセージ送る人どっちがいいちょっとヒロッキーはどっち派B ですかねあの後で送るけどメッセージちゃんとメッセージやるってスタンプだけで済まさないみたいな私もそっち派ですね俺もそっち派、うん、なんかスタンプ1個だけできちゃうと何考えてるんだろうって思ってしまいますスタンプ送る場合はコメントつけてスタンプ送りますあー、うん、オッケーみたいな了解ですとか
あ、OK ですとかってやって、このスタンプもなんだろ、敬礼してるやつとか、あ、それが一番いいよね。うん、マッキーもそっちがいい。だけどこれどっちかなんだよ。返事は早いがスタンプか返事は遅いがメッセージ送る人だ。メッセージ送るってのは手間暇かけてる人なわけ、スタンプ1個だけだったら軽い感じするよね。そうですね、結構もう熟年夫婦っていうかそうだよね、親友の間だったら結構スタンプ1個とかでも許されるかなとは思うんですけど、一応ねこれの回答で言うと、レスポンスが早い方がいいって。うわ、で、スタンプに優しさがあればいいと、レスポンスの方がいいんじゃないって言ったけど、そうなんですね、微妙だね誰が書いてるんですか、うん、ね、誰がじゃあね、これいこうか、はい、普通のデートをおごってくれる男か割り勘の男、はい、ヒロキはどっち？これ際どいですね、結構。ヒロキさんは、あ、でもまあちょっとだけずれるかもしれないですけど、私は相手でおごるかおごらないか決めてます。自分より例えば学生だとか、あ、若いとかだったらおごって、うん、とか、もう普通に働いてないとかアルバイトとかの人とかだったらおごるけど、うん、でも年上だったら割り勘みたいな。あやってます。あ、そっか。僕はちなみに女性だったらもう全部おごる、うん、女性だったら全部ごちそうする。うん、マッキーはどっちが好き？マッキーは結構後腐れないように割り勘が好きです。あなんだろう、おごってもらっちゃったらなんか悪い気持ちがするかなって思います。あのねこれで言うと2000円のランチを2000円のランチを2000円ずつ払うより、はい、お互いね2000円のランチを2つ頼んだら2000円ずつ割り勘になるじゃない、はい、だけど1000円のランチを男に奢った男が奢った方が女としては全部奢ってもらった感じがするからいいんじゃないかと、うんうんうん、であえて言うんだったらさりげなく女性がどっか行ってる時に払ってるとか、さりげなく、あ、いつの間に払ったのっていうのがいいらしいよ。なんかそういうのよく芸能界のなんか武勇伝とかで聞きますよね。あ、そう、はい、なんかトイレに行ってる間に払って帰っちゃってたみたいなとか、あ、よく聞く気がする。でもレディーファースト的にはそういう感じじゃないの？でも俺とかは一応、もらったことないです、まだ。あ、そう、割り勘まだ学生だから、学生だからじゃない、学生は、って思います、いない時とか、だからね、まあ例えばテーブル会計して あたかも払ってますみたいのは、はい、ちょっとなんか嫌かなって。やっぱさりげないのがいいんじゃないのっていうのが意見なんだけど、どう？色気をさりげないさりげなく払ってますよみたいな、そうですね、あまり気を使わせないでなんかお会計してもらってたら、うん、うわーって思います。できる男だなと。そうだよね、まあでもあれだよね、まあ、立場にもよるよね、はいはい、まあそういうのもあるかなと思います、うん、じゃあもう一個いこうか。カバンの中に新聞が入ってる人と本が入ってる人、はい、新聞か本か、うん、私は新聞かな。ヒロキはどっちかっこいいと思う？かっこいいと思う。かっこいいっていうかモテ男はどっち？モテ男、本かなと。僕は新どっちかというと新聞は読むので、うん、本読んでる人の方がすごいなと思うんで本かなと思うんですけど。分かれました。これね僕迷ったんだけど、うん、どちらもグッドって書いてある。そんなうちなんか引っかかったみたいなだけど気分、まあ、ほなんかこう知的な人やっぱ引かれるんじゃない。まあ引かれますね。でも本でもさ、それが アニメの本とかだったらちょっとまた別の、じゃない、はい、まあ、わかります。アニメだったらビビるよねとか、まあ本にも新聞でもさ、はい、まあ、例えば日経新聞とかだったらちょっとなんか知的な感じ。大学生はちょっとあれ、うん、読んだことないです。ね、まあ、うんうん、そういう新聞だったらいいけど、うん、トースポとかさ、トースポーツ新聞、うん、スポーツ好きですよ。でも、ね、熱心、ね、スポーツ新聞、東京スポーツだっけ、トースポ、はい、トースポってさ、ネッシー発見とかさ、カッパ目撃とかさ、はい、本当か、本当かみたいな新聞だから、はい、そういう新聞。じゃあね、これはあると思うよ。ハゲた時にカツラの人、それともハゲでも気にしない人。ハゲでも気にしない人マッキーはハゲでも気にしない、はい、もうちょっとハゲてきちゃったらもう剃っちゃってほしいです。うん、隠さないで。ひろきハゲたらどうする？もう僕は
まずハゲる前にケアするんですけど、それでも遅れたらもうそういう系のお店があるじゃないですか植毛みたいな、はい、植毛とか育毛とかのお店に相談しに行きます。いやでもいい手かもしれないですねそれも。うん、まあ丸坊主が似合う人だったら多分ちょっとハゲてきたら剃っちゃってもいいと思うんですよ。竹中直人とかさ、あ似合いますね、丸坊主系が似合う人だったらいいけど、一応 これのね回答だな。やっぱりカツラをする人の方がいいと、カツラをねしないでもう身だしなみなんてハゲたままでいくと、はい、これだとハゲ散らかしてるともうファッションに気を使わなくなるから、はい、それでもうだんだんどんどんだれしなくなるんだって。だけどカツラをする人はカツラをする人はどんどん、まだファッションに気が利く、お金を使うっていうかファッションとか外観に気を、外見に気を使うっていうのかな。あ、でも待ってください。コメントでハッチアットマークホーミーさん、女性か男性か分かんないんですけれども、ハゲたら坊主派ですということだそうです。坊主ってスキンっていうことだよね。そうです、なんか私と一緒です。確かに、まあ、いい坊主もいいんじゃないの、ね、洗顔で上まで行っちゃってさシャンプーいらない。シャンプーで上から下に行くか洗顔で下から上まで行くか、こんな感じですね。すこんなのがねいっぱい書いてますね、でも、これ面白いよね、ってでもなんか話のネタにはなりますね、そうそう結構、いろんなこと書いてる。またこれシリーズで激モテ男シリーズ、はい、ちょっとやっていきたいと思いますこれで私もちょっとモテる男を勉強して、いい人と将来はそうそうそう、ね、結ばれるようにちょっとね井田健先生教えてください。わかりました。じゃあ、はい、歌なんだけど、はい、モテる音マッキーならモテる男ならこの歌を歌ってほしいっていうのがある。ミスターチルドレンとか、ミスチルとか小袋とかエグザイルとか、エグザイル、ですかね。じゃあ、まあ、どっちも俺が分かりそう、分かりそうっていうか それぐらい聞くんだ。結構聞きますね。あと福山雅治さんとかも聞きます。雅治だったら何がいいの、雅治。何かな、ちょっと元気な歌が好きです。虹とか。虹、うん、あ元気だね。元気です。あじゃあ福山雅治の虹ってある。梅雨も明けたし。そうだねもう虹とかではないんですけど晴れたからねそうそうそう、天気いいよね。いいですね、ものすごく暑くて。暑いもんね、でもね、福山雅治虹か、キラキラしてて。ウォーターボーイズの主題歌でしたよね。あちょうどあの頃小学6年生とか5年生とかで、結構忘れられない映画です。ウォーターボーイズ、面白いよね。面白かったです。あるじゃあ、福山雅治さんで虹と。面白いよね。あの本面白いですね。本。バックモテ男。面白い。あ、これ。こっちか。それで勉強しよう。当たってるのと間違ってるのもあると思う。誰、男性が書いてるんですか？女性が書いてる。え、女性？なんていうんだ、統計的なもんじゃん。かな。例えば10人に聞いて。6人がこう答えたみたいな感じかもしれない。あー、じゃあ例外かな。いろいろ好みあるからね。だって一郎がいいか福山がいいかみたいなさ。あ、まあ、ちょっと違うか、どっちもいいけど醤油顔かソース顔かみたいな。あ、一緒？醤油か塩か。あ、塩、ん？醤油塩ソースか塩か。ソースが濃い人。濃い人。醤油はよかった。何分ぐらいに終わるこれ？あ、25分。うん？2分50です。じゃあ20分から25分に終わればいいんだよね。24分50で終わったらいい。26分で終わりなんで、もう1分前。いや、24分50で。20。そうです。24、25分からもうエンディングでその告知とか。
告知っていうかいつもの東京オリンピックの下りは25分スタート、はい、じゃあ24分50ぐらいに終わればいいね。24分25分にドントウォーリービーハッピーの最後のエンディング下りに入ればいい。次行っても大丈夫だと思います。あ、そう、はい、5分ぐらい。憲法改正の話。憲法知ってる？憲法知ってますよ。憲法知ってますかって言われると、ルールです。ルール、ルールなんだけども、法律なんだけど、19分あと30秒ぐらい流して CM 行きますよ、うん、日本のルールの中で何を一番強い強いルール、あの19分ぐらいでもう曲切ります。そしたら5分ぐらい喋りにかかるんですか、うんうん、あ、そうだね、19分ちょっとサビも終わったし、うん、そろそろ詰めます。憲法は国の最高法規、言える？憲法は国の最高法規、最高法規、最高法規、最高法規。なんかこれやりました、自分一般試験の練習問題かなんかで解きました。うん、国の最高法規であり国民の何とかである義務だっけ、うん、国の最高法規でありなんか勉強したけど忘れちゃったもん。あさって試験です。またこれ、このこれ関係はするの、あ、多分これも出るとこんだけ、うん、コンティニューコインって何ですか、これを入れたら30分に1回切れるんだけど、これがいくつか集まれば更新勝手にされる。1時間番組とか1回ツイキャス更新しないといけないけど、それがしなくて6、5秒前、6、3、2、はい、教えて飛田健先生、月曜日の19時ですね、はい、まあ、今日はですね、法律の、まあ、末期にね、法律をいろいろ教えたいなと思っていまして、はい、日本国憲法、今ですね、7月10日に何があるか分かりますか？7月10日、うん、衆議院選、あ、参議院選、近いね、そう、参議院選挙、うん、選挙があるんですけども、はい、選挙でいっぱいこう判断材料、テーマっていうのはいっぱいあるんだけども、一つだけじゃなくて、はい、これについてとか、 A という問題について、 B という問題、例えば消費税を何パーセントにするかとか、そういうのいろいろ問題、課題はあるんだけど、憲法改正っていうのも一つテーマになってるのね、はい、憲法改正した方がいいのか悪いのか、うん、ちょっと難しい言葉なんだけど、はい、牧大学で憲法って勉強したことある？あります。憲法って何ですか？国の最高法規です。あ、100点満点ですね。イエイ、はい、国の最高法規なんですよ、はい、最高に一番強い力を持った法律でルールなんですよ。はいはい、それをまず知っておいてくださいね、はい、でルールって、法律を簡単にするためにルールって説明するけど、一般の人、我々がコンビニでジュースを買うときにお金を払うっていうのは民法という法律がルール決めされてて、買ったらお金払うよねって、お金払ったら引き渡さないといけないよねっていうのも一つのルールだし、はい、普段車乗って、信号赤だったら止まりなさいよねっていうのも我々のルールなのね。これは法律が我々に守りなさいと言ってる法律なのね。それと憲法っていうのは基本的に意味が違うんだけど、憲法は誰に守りなさいと言っているか、マッキー分かりますか？国民です。国民、逆ですねあれ対立構造として、はい、国民か国家かっていう対立構造があるのね、はい、国家っていうのは国家権力のことなんだけど、国家権力っていうのは大体誰をイメージします？権力、総理大臣。そう、総理大臣とかね、はい、自由民主党とかね、衆議院議員とか、そうそう、政党とかね、うん、こう権力、権力側に力を持った人、うん、国の組織で力を持った人を国家権力という。一番代表例が内閣総理大臣、すごい力持ってるから、その内閣総理大臣たち、国会議員とか政治家たちは憲法を守りなさいというのが、うん、日本国憲法の役割なので、だから日本、我々がこういうルールを守りなさい、交通ルールを守りなさいっていうのと、
道路交通法というルールで我々に守りなさいなのね。だけど日本国憲法は政治家たちに守りなさいなのね。でここで問題があるのが、例えばね、昨日の朝日新聞で載ってたんだけども、家族は助け合いなさいと、はい、家族は助け合いなさいっていうことを憲法で書いたらいいじゃないかっていう議論があったの。憲法に書いたらいいよと。でこれは憲法の本質からしたら合ってると思う、間違ってると思う。これは国民に向かってのなんかルールというかお約束になっちゃうので、そうそう、多分今日田健先生から教わったことだと違うということですよね。そうそう、僕そう思うのね、はい、憲法っていうのは国家権力、政治家たちに守りなさいっていうのがルールなのに、うん、国民は家族助け合いなさいということは少し違うかなということをちょっと感じました。で、まあその辺はね、ちょっと憲法の本質の議論だから、うん、ちょっとまあ普段考えたことないかもしれないけど、日本国憲法っていうことががあって、で本質は政治家たちに守りなさい。つまり、まあ、もっと言うとね、例えば、戦争したりとかね、しない、するしないということを憲法で、まあ、政治家たちを縛ってるっていうのかな、うん、そういうところがあります。まあ、今回ね、参議院選挙でいっぱいテーマがあるけども、マッキー選挙権もあるでしょ。はい。さて、どういうことを考えていこうか、まあ、いろいろ考えて、ぜひ頑張って、頑張ってっていうか選挙7月10日は ね、 ね、参議院選挙行ってね、はい、マッキーの清きご一票よろしくお願いします、はい、納豆の日ですね。あ、そうだ、なるほどね7月10日はい、はい、そろそろお時間です。実際に日田県に相談してみたいということはぜひ一度事務所の方までお問い合わせください。場所は、宜野湾市王者名のモスバーガーの裏、レキオススクエア宇治泊まりの2階になります。1階は au さんなのですぐ分かると思います。電話番号は0989174905 0989174905です。相談は無料となっております。はい、 Don't worry, be happy、 安心というキーワードに向けて、日高司法書士法人プレゼンツ、教えて日田健先生、お相手は日田健こと司法書士の日高健一と JD マッキーでした。 See you next week. Bye bye. いいぐらい楽しかった。緊張アドリブだけどどうにかなった。めっちゃ良かったです。